1972年に UAE の記念切手となったヘニングアン・エリザベスヘニングはアメリカ合衆国の元スピードスケート選手イリノイ州ノースブルックで育ったスピードスケート競技はショートトラックスピードスケートから始めたが後に多くのショートトラック選手同様にロングトラックに転向した1971年15歳のヘニングは ISU スプリント選手権大会で銀メダルを獲得した。この大会中にヘニングは500メートルの世界記録を2度更新した。1972年に500メートルと1000メートルで世界記録を更新していたヘニングは同年札幌市で開催された東京オリンピックにおいてこの2つの距離の優勝候補であった。500メートルではカナダのシルビア・バーカと並走した際にアウトスタートの ヘニングとインスタートのバーカの前半のスピード差がありすぎ、中間の交差地点で早くもバーカと並んでしまった。これに気づいていなかったバーカと交差するときに進路を妨げられる形となりヘニングも一瞬棒立ちになったが、それでも43秒70のタイムを記録し、当時のオリンピック記録を塗り替えた。ルールに従い再滑走が認められたヘニングは、 タイムの出にくい単独スケーティングであったが、43秒33と、さらにタイムを縮めた。これにより、ヘニングは16歳というオリンピックのスピードスケート史上最年少の金メダリストとなった。西ドイツのモニカ・プルークが制した1000メートルでは、ヘニングは銀メダルを獲得した、オランダのアチェケレンイコールデルスに0.01秒及ばず同メダリストとなった。このシーズンの後、 ヘニングは16歳でスピードスケート競技から引退した。2009年2月現在、コロラド州イングルートで教師をしている。競技生活を通してヘニングは4回世界記録を更新した。比較対象として最後の WR のカラムにヘニングが記録を出した時点における公認世界記録を列記している。ありがとうございます。